どうもありがとうございます。さあ、なんか体に、おはよう、ポンちゃん。今日は朝からなぜかポンちゃんが甘えています。それはお父ちゃんが誕生日だからです。ハッピーバースデーポンちゃん。あれ、ポンちゃんじゃないよね。ポンちゃん、ありがとう。ポンちゃん、サービスだね。はいはいはい。あなた、あなた、あなた、あなた。サービスしてるのよ。しつこいよ。しつこいよ、パパは。偉いね、ポンちゃん。大サービス。ポンちゃん。めっちゃ可愛く甘えるしね、ポンちゃん。その代わり、顔がよくわかりにくい、ポンちゃん。はい。ポンちゃんかわいい。ポンちゃん、はい、お返事したな。えらいね、ポンポンちゃん。はい、この尻尾の振り方。あ、音が。ポンちゃん、ポンちゃん、嫌な尻尾ではないよね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、はいはい。はい、どうぞ。シュリシュリしてるな。シュリシュリ。ジャン君おいで。ジャン君眠そうな顔してるよ。ジャン君、ジャン君眠いの。ジャン君、今はポンちゃんタイムなのね。え、今日は珍しくポンちゃんが長いね。かもいいな。ここに来たってことはこれか。なんかなんか。気持ちいいね、ポンちゃん。いいね、いいね。はい、ポンちゃん。ジャン君、ジャン君、ポンちゃんブラッシングしてもらってるよ。ジャン君はいいな。ポンちゃん。ポンちゃんは何かにスリスリするのが好きだね。お、毛がすごい。うん、おい、すごいね、ポンちゃん。あと掃除機かけないと。ポンちゃん、すごい、すごい。ポンちゃんかわいい。ちょびっとだけ上がったおちりかわいいのね。この辺とか。ポンちゃん、本当に今日はおとなしく、なんか、ブラシするとすぐね、歩いていっちゃうのに、今日は。ブラシで後ずさりした下が滑るから。やった、逃げたの。ポリ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 。ワンちゃん。今ちょうど。我が合唱団の先生のお孫さん、瀬戸大也くんのレースの直前です。ワクワクします。萩野くんとね、2人で、決勝ってことは世界で8位以内に2人で入ってるってことだよ。頑張れ。惜しかったね。ちょっとだったね。見て見て。お向かいのうちのですね、畑の上にトンビのタコが舞っています。見えますか。これはちょっとアイデアだね。今日はなんか雨風がすごいのですごく飛んでるように見える。
こういうこともあるんだね。ジャン君、うん、さて今日は歌の日だよ。ポンちゃん、ジャン君、二人ともこっち向いてなかった。今生配信終えました。で、調子が、喉の調子が悪くてですね、ガラガラしてます。ずっとマスクしてたのにな。明日の、ライブにはなんとかね、調整したいと思います。猫アレルギーの猫好き歌手として頑張ります。じゃらーん、こんなのをいただきました。だんだん、黒犬お誕生日でプレゼントです。ケーキをいただきました。これですね、うん、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。これクッキーになってて別になっているのね、うん、これ刺したら結構なあれなので別でいただきます。別でいただく。どうもありがとうございます。さあ、なんか体にいいケーキなんだって。へえ、ここにね書いてある、グッド糖質制限ケーキの専門店のグッドイーツでいいかな。そうですね、うん、なんか美味しそうなのに、はい、いろんなのがある、ね、体に糖質を気にせず食べられるよっていうやつね、うん、があるそうです。さあ食べよう食べよう。いちごいちご、あ、いちごだよねこれね。いちごなのかな、うん、ベリー、いちごっていうか木いちご、あ、木いちごのレアチーズケーキって書いてある。ちょっと酸っぱめかもしれない、ね、うん、美味しそうだね。いただきます。いただきます。これね、なんか4等分にして食べてくださいって書いてある、うん、はい、じゃあ4等分にします。よいしょ、お、サク、回していい、回していい、うん、回していい。ちょっと汚れちゃったけど、うん、これを取っ、そんなもんさ、こうかな、うん、よいしょ。ちゃんとプロの人はね、濡れたね布巾を持ってきてね、シュッて拭くんだよきっと。そうすると綺麗に、うん、はい、引いていいよ、スーッと。スーッと、ちょっとね、硬いのね、下ね、あの下、あの何、サクサクしたやつ、うん、お、さっきサクってなったけど平気かな。あ、大丈夫そう、はい、はーい、よいしょよいしょ。ちょっとだけ開けて、はい、はい、このようになりました。じゃあ黒犬のお皿に入れますよ。よいしょ。あ、黒犬はこのなんかついてるやつにする。いやいや、いい、あんまり紙だからいいか、うん、よいしょ。ちょっと大きいお皿を持ってくればよかった。フォークを1個ください。はーい、あ、綺麗に乗せられるかな。よいしょ、お、よいしょ、うん、断面は、はい、このような感じです。レアチーズケーキ、あ、そういうことなのね、綺麗、うん、です。ん、あ、ポンちゃん、ポンちゃんも食べる。はい、ポン、ポンも食べる。よいしょよいしょよいしょ、いきます。はい、はい、それでは黒犬のところにこれを置く。クッキー、あ、割れちゃった、ごめんなさい。
端っこを持ちすぎました、はい、いただきます。いただきます。ポンちゃんが泣いてはるけど。ポンちゃん、はい。ちょっと、リフキちょうだい。うん。いい感じに酸っぱい。本当？うん。はいはいはい。いいよ。おいしいおいしい。これで体にいいなんてね。うん。糖質制限なの？びっくりだね。よいしょ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 。おーい。真ん中の三角を食べます。あ、落ちましたよ。そのチョコレートとかもね、ちゃんと糖質制限。もっと大きいお皿を持ってくればよかったね。失礼しました。はい、いっぱいくれるの。うん、ちょっとふきふきします。よいしょ、そこにも赤いのついてるからふきふきしてください。さっぱり、うん、ほんとだ、ちゃんと酸味が、うん、おいしいです。あ、ぽんちゃんのここにはい、おいしゅうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。ぽんちゃん。ぽんちゃん。今回のはね、うん、前回私のいただいたのは北海道のお店が作ったやつで、うん、今回のは長野って書いてあった。長野県産でございました。すごいね、いろんなところから。